はい、どうもこんにちは、渡辺です。やっちゃいました。禁断の比較ですね。今日はですね、ちょっとこの2つのヘッドホンの比較ということで、やっていきたいと思っております。今回ね、こちらですね、ソニーの WH-1000X Mark 5っていうね、ノイズキャンセリング搭載の、まあ、最新のヘッドホンと、今回こちらですね、ゼンハイザーの渾身のですね、フラッグシップのヘッドホンということで、モメンタム4ワイヤレスですね、今回ですね、この2つをですね、じっくりと比較してみました。はい。いや、正直ですね、こういう結果だったのかというところで、まあ驚きもあるんですけども、やっぱりね、比較してみると、かなり多くの違いを感じることができたので、今後のこのハイエンドのヘッドホンを選ぶときの参考としていただけるようにですね、各機能をですね、じっくりと比較してみたので、その結果をお伝えしていきたいと思います。では、行ってみましょう。はい、ということで、まあすごいですよ。やっぱりこのソニーの WH-1000X Mark 5って言ったら、まあソニーの渾身のフラッグシップのヘッドホンです。で、こちらですね。ゼンハイザーのモメンタム4ワイヤレスといったら、もう3年ぶりにですね、登場したゼンハイザー渾身のフラッグシップの、ワイヤレスヘッドホンとなっております。で、実際どういう違いがあるのかね、項目ごとにお伝えしていきます。まずですね、じゃあノイズキャンセリングからいきましょう。まあやっぱりここ最近、ノイキャンのパワーとかね、精度っていうところは、このヘッドホンの業界でもね、すごく重視されるポイントになってきてます。まあ、ヘッドホンをつけて、まあ、静かな空間で集中して作業したいとか、まあ、移動するときに、快適な空間でね、移動したいとか、で、その静かな環境の中で、好きな音楽を楽しみたいっていうときに、やっぱりね、ノイキャンっていうのは非常に重要です。まずね、結果からお伝えしますと、この2つで、比べたときに、どちらもですね、非常にこれ強力な、ノイズキャンセリングになってます。ただ、若干ですね、ソニーの WH-1000X Mark 5の方が、比べてみるとノイズキャンセリングは強力かなと思いました。点数で言うと、ソニーが9点、ゼンハイザーが 8.5 っていうぐらいですね。なので、まあ、ゼンハイザーも、まあ、相当まあ強力なんですよ。正直ですね、使った直後に使い比べをしていくぐらいに、ね、しないと気づかないぐらいの、ね、差です。まあ、それぐらい、まずゼンハイザーの、ノイズキャンセリングのパワーもですね、だいぶ強力になったってことですね。まあ、飛行機に乗っている時を想定して、飛行機のノイズとかを再生してですね、実際に使ってみましたけども、まあ、ほとんど聞こえないというか、まあ、かなり静かになるぐらいまで、来ております。だけど、その書き消す、まあ、パワーというか、どこまで静かにできるかっていうところでは、ソニーの方が若干強いかなと思いました。なので、やっぱりソニーの WH-1000X Mark 5は、業界最高クラスのノイズキャンセリング性能ですよっていうことで、まあ、メーカーもね、歌ってるぐらいなので、やっぱりかなり強力なんですよ。で、ゼンハイザーは、そこに匹敵するレベルまでは来てるかなというふうに感じたというところです。はい。で、続いて、外音取り込み機能についてですね。まあ、やっぱり普通にこのヘッドホンつけてですね、外を歩いてると、環境音が聞こえにくくなってしまうので、やっぱ不安ですよね。近くに車が来てないかとかですね、まあ、アナウンスを聞き逃さないかとかね、不安だと思いますが、どちらもね、しっかりと優秀な外音取り込み機能が入っているので、まあ、このね、ヘッドホンつけた状態でも、周囲の環境音を聞き取ることができます。で、正直ここに関しても、まあ、ノイズキャンセリングとほぼ意見一緒なんですけども、まあ、どっちも優秀なんですが、比べると若干ソニーの方が、まあ、自然というかですね、透明感がある外音取り込みかなというふうに感じました。はい。まあ、決してゼンハイザーの外音取り込み機能が悪いわけじゃないです。どっちもすごく優秀な中で、比べると若干ソニーだったかなというぐらいで、ソニーがですね、9点。で、ゼンハイザーが8.5 っていうところです。はい。まあ、本当に今 0.5 点ぐらいの、わずかな差なんですけども、若干ソニーだったかなっていうぐらいですね。なのでノイズキャンセリングと外音取り込みに関しては、ソニーさすがだなっていう結果になったというところです。で、続いてですね、音質ですね。やっぱりこのヘッドホンを選んでいくときに、一番大事になってくるのは音質だと思います。やっぱり音楽を聴いてるときになるべくいい音でね、好きな曲を聴くのが、まあ、ヘッドホンを選ぶ上での、まあ、醍醐味でもありますよね。で、そこに関してなんですけども、ちょっとね、比較してみてね、びっくりしたんですけども、正直、まあ、ソニーもね、音質、まあ、WH-1000X Mark 5、非常にいいんですよ。まあ、フラットで透明感があって、解像度も高くてですね、まあ、バランスのいい音ではあるんですけど、比べてみました。はい。まあ、正直ここに関してはね、もちろん個人の感想も入るんですけども、完全にですね、こっちでした。はい。ゼンハイザーのモメンタム4ワイヤレスの音質がですね、
優れてるなと感じました。具体的に何が、違うのかと感じたかっていうと、やっぱりですね、同じ音楽を聴いた時にゼンハイザーの方がですね、ソニーのヘッドホンでも聞こえなかったような細かい音までくっきりと聞こえる、透明感の高さだったりとか、解像感の高さだったりとか、そういうところをより感じることができました。要はこのソニーのヘッドホンですらですね、表現しきれなかったような、繊細な音ですね、細かい音まで、綺麗にですね、表現しきってるなという印象を受けたんですよ。一応視聴環境としては、どちらもですね、ソニーの、Xperia 1 Mark 4 ですね、こちらを使いまして、接続環境としては、ゼンハイザーが AptX Adaptive、ソニーが LDAC で、接続をしております。はい。なのでどちらも選べる中で、一番最上位のコーデックで接続をしているという状態で比較をしました。はい。イコライザーとかはどちらもフラットな状態で使いました。で、正直この音質をちょっと比較してしまうと、残酷な比較だなって思うぐらい、こっちのね、ゼンハイザーの音は、すごいなというところです。なんでヘッドホン選びで、やっぱり音質をね、一番重視していきたいなっていう場合は、正直ですね、こっちを選んだ方が、音質的な満足感とかね、音楽を聴いた時のこの感情を揺さぶられるところとかね、そういったところはこっちの方が大きいんじゃないかなというふうに思います。特典で言うとですね、ソニー WH-CX Mark 5は8点ですね。で、ゼンハイザー、モメンタム4ワイヤレスの方が、10点という結果です。まあ、2ポイントぐらい差が開いてるんじゃないかなと思いました。で、続いて装着感に関してですね、やっぱりこの長時間ヘッドホンつけてるときに、疲れにくいか、蒸れないか、圧迫感が少ないか、まあ、この辺もヘッドホン選ぶ上で大事ですが、正直ですね、ここに関しては、結構差は少ないです。ただ、若干ソニーの方が軽いです。ゼンハイザーも正直今回のモデルになってですね、まあ、かなりこの装着感軽くなったんですよ。つけてる時の、この、側圧もね、優しくなって、ふわっとフィットする感じになったので、長時間全然余裕でつけられますが、比べるとですね、ソニーの方が、ヘッドホンをつけてる感が少なくてですね、もうよりこの、ポッとね、なんか頭の上に、サポーターをつけてるみたいな、そういう感じでヘッドホンをつけることができているので、装着感は、若干の差ですけども、ソニーかなと思いました。では続いて通話用マイクの比較をしてみましょう。同じ環境で収録をしてみたので、ちょっと聞いてみてください。じゃあ先にですね、ゼンハイザーの、ね、音声からいきましょう。ちょっとノイズのある環境、室内のエアコンと除湿機が回っている、ちょっとノイズ強めの環境で撮ってみました。こんな感じです。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはゼンハイザーのモメンタム4ワイヤレスで音声を収録しております。空調の効いているノイズのある環境で音声を収録しております。いかがでしょうか。こんな感じになります。はい、ゼンハイザーもですね、非常にね、通話用マイク、進化しておりまして、かなり自然な音声で通話ができます。では続いてソニーの音声がこちらになります。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはソニーの WH-1000X Mark 5で音を収録しております。結構空調の効いている、ノイズのある環境で、音声を収録しておりますが、いかがでしょうか。こんな感じになります。はい、ということで、どうですかね。これはもう好みなのかなっていうところもありますが、個人的には、通話用マイクはですね、ソニーかなと思いました。若干ですね。で、ソニーの、WH-CX Mark 5の、通話用マイクとしては、やっぱり AI によるノイズキャンセリングが入っているということで、もちろんゼンハイザーもね、通話時のノイズをね、カットする機能入ってますけども、その機能はですね、どっちかというと、ソニーの方がね、優秀かなと思いました。で、比べてみると、若干ですね、通話した時の声のクリアさとかも、ソニーかなと思いましたので、通話で比較するとソニーかなと思います。で、続いてですね、マルチポイントに関してなんですけども、実は、これどちらもですね、マルチポイント入ってるんですよ。なので、2台のデバイスに同時に接続をして使うことができます。ただ、ちょっとここにね、一つ違いがあるんですけど、ソニーの、マルチポイントは、LDAC では使えないんですよ。なので、マルチポイントを使いたいときは、音質優先と接続優先を接続優先にして、LDAC をオフにする必要があります。で、これ正直煩わしいんですよ。音質を常にいい状態で個人的には使いたいので、LDAC をオフにしてまでマルチポイントを使いたいと個人的には、ね、思わないんですよ。なので、ちょっとそこ気になってます。で、ゼンハイザーはですね、
アプト X アダプティブの状態で、マルチポイントを使うことができますので、まあ、特に、まあ、機能的な、まあ、制限なくですね、マルチポイントを使うことができます。まあ、例えば、アプト X アダプティブとアプト X、アプト X アダプティブと AAC とか、そういう、まあ、使い方で、接続することもできるので、まあ、特に何も気にせずマルチポイント使えます。これだと使いたいなと思うんですよね。なので、マルチポイントに関しては、ゼンハイザーの方がね、使い勝手がいいかなと思っております。はい。で、機能性に関しては、まあ、それぞれね、良し悪しがあります。で、ゼンハイザーはですね、いいなと思ってるのが、こう、つけたら、電源が入って、使えるようになって、外すと、自動的に電源がオフになって、まあ、バッテリーの消耗を気にせずに使うことができる。まあ、すごくシームレスに使えます。で、もちろん手動でね、電源のオンオフも可能です。で、ソニーに関しては、自動の電源オフはありますが、自動の電源オンがないので、こうつけてもですね、この時点で電源オフです。つけるには、ボタンを長押しして、電源をオンにする必要があります。はい。これで電源がオンになりました。で、パワーオフに関しては、こう外してしばらくするとオフになります。っていう使い勝手になるので、よりシームレスに使えるのは、まあ、正直ゼンハイザーかなと思ってます。ここに関してはゼンハイザーすごく使いやすい。まあ、その代わりとはならないんですが、一応ソニーには独自のね、ちょっと使いやすい機能性があって、まあ、それがですね、クイックアテンションモードですね。これは何かっていうと、こう装着しますよと。で、音楽を結構大きい音で聞いてましたという時に、右側のパッドをタッチすると、まあ、瞬時にですね、音量が小さくなって、外音取り込み機能に同時に入るので、ちょっと話したいなっていう時に、こうね、タッチして、いや、すぐ話すことができる。逆に人が話してる声を聞きたいなっていう時に、すぐタッチすれば、もうこれで聞けてるっていうことですね。これすごく使いやすいです。で、あとは一応ね、スピークトゥーチャットっていう機能もあって、音楽を聞いていてもですね、自分が喋り出すと、スピークトゥーチャットモードに入ります。なので、まあ、外音取り込み機能に入って、まあ、音楽が小さくなるということで、もうすぐに喋れるようになると。まあ、このあたりの機能が非常に使いやすいものになってますので、まあ、ソニーの機能性の高さがそこに出てるのかなと思います。で、遅延に関してはですね、どちらもちょっとチェックしてみたんですけども、まあ、ほぼほぼ、まあ、体感で遅延を感じるようなものではないかなと思いました。まあ、強いて言うならほんの少し若干ゼンハイザーの方が遅延少ないかなと思ったかなっていうぐらいです。それはまあ、アプト X アダプティブだからっていうところがあるのかもしれません。で、ですね、バッテリー持ちに関してなんですけど、これね、びっくりですよ。ソニーはですね、こちらは ANC オンの時で30時間のバッテリー持ちとなっております。まあ十分なバッテリー持ちがありますが、ゼンハイザー、こちらですね、すごいんですよ。ANC オンで60時間のバッテリー持ちとなってます。純粋にバッテリーの持続時間が2倍です。はい、非常に長いバッテリー持ちになってますので、ここはですね、まあ大きいこれメリットになるんじゃないかなと思います。はい。で、最後ですね、価格について、比較をしますが、一応定価ですね、通常価格、まあ、店頭想定価格で、比較をしていきますと、ソニーは 49,500 円です。はい。で、ゼンハイザーは 49,900 円です。はい。あ、価格について失礼しました。ゼンハイザーはですね、税込みだと 54,890 円になります。税抜きで 49,900 円というところなので、税込みの定価の価格差はですね、5,390 円となります。ただ、ソニーは、発売してから少し時間が経っているので、結構ですね、値落ちしてきてます。値下がりしてきてます。で、実際の価格、Amazon で約4万3000円ぐらいで今、チェックしたら販売されていました。なので、まあ、すぐに買いたいっていう場合は、ソニーの方が、抑えることができるのかなっていうぐらいです。はい。はい、ということで今日はですね、この2つの、まあ、ヘッドホンですね、ちょっと禁断の比較をしてみました。まあ、すごくね、どちらも好きなヘッドホンなんですけども、まあ、実際に比較してみるとね、いろいろ違いがあるなというところが分かったんじゃないかなと思います。まあ、機能性とかね、細かいところの完成度っていうのは、ソニーすごいなと思ったんですけども、やっぱり、ヘッドホンでね、やっぱり大事なところっていうと、音質なんですよね。で、音質に結構ですね、大きな差があって、ゼンハイザーの方がですね、より、まあ、隅々までね、楽しめる音質になっていると思いました。まあ、ドライバーサイズの差とかもありますし、もうよりこの解像感高く、透明感の高い音で、音楽を楽しむことができるので、
音質で選ぶなら、今だったらこちらの、ね、ゼンハイザーのモメンタム4ワイヤレスが、強いんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回はですね、ハイエンドのヘッドホンの比較ということでやってみました。まあ、これからの季節ですね、このヘッドホン使って、音楽楽しんでいきたいという方はね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日は以上になります。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。